北朝鮮の朝鮮中央通信は北朝鮮外務省が北朝鮮国内にいるマレーシア国民の出国を一時的に禁止すると伝えました。マレーシアで起きた事件が公正に解決され、マレーシアにいる北朝鮮の外交官と公民の安全担保が完全にできるまでとしています。